トフォーリオよりお送りいたします。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。バルサレッティ、ヘッドで、リエラ。前半残り5分です。ドリブル、シュート、ディパテル。前半戦終了。前半戦が終わったところで中継をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。
足が素早いです。危険なタックル、イエロー覚悟のプレーでしょうか。ボヌッチ、さあどちらがボールを支配するのか。さあここからどうするのか。ループシュートだ。決めることができない。シュート、セービング。もらった。これは危険だ。マルク・ゴンサレス、リザーブの選手が体を動かしています。バルザレッティ、メディーナ、シュート、後半35分をすでに過ぎました。イバン・フロレス、バルザレッティ、ヘッドパス、マンゴール、イバス、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。完勝です。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ、大差つきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。